ねえ、目の精さん、目の精さん。はい。で、何ですか、その呼び方。いや、何ってさ、いや、だってほら、前にどこかでさ、うん、どこが名字で、どこが名前なのって聞いたらさ、うん、僕、記憶喪失だから分かんないって言ってたからさ。確かに、そうなんですけど、うん、そんな言い方してました、僕。いや、でもほら、実際でも本当にさ、うん、雨のせいって全部カタカナじゃないですか。うん。で、どこが名字で、どこが名前だか、決まってないんだよね。そう、僕、記憶喪失だから分かんない。じゃあしっかり来るのを決めよう。あ、目のせい。あ、さっきまつりさんが言ってたやつですね。いや、目のせいってちょっと気持ち悪いですけどね。雨のせい。のせいが名前、まあ悪くはないですね。雨のせい、これはすごい聞き慣れてます。雨のせい、いい。雨のせいはいいです。いいがね。雨のせいめい。もうそれはもう別人です。雨の日なんかに君のせいで恋をすることになってしまったんだ。あ、いや、それはもうちょっと名前でも何でもないし、なんかラノベの痛いタイトルみたいになってますよ。でも、こうはこのくらいか。雨の日なんかに君のせいで恋をすることになってしまったんださんはどれが気に入った？え、なんでですか？なんでそれで呼んでるんですか？略して、雨のせいさんはどれが気に入りました？あ、いや、こればっかりは正解は僕もわかんないんで。じゃあ皆さん、そろそろお時間なのでこれからも雨の日なんかに。だからなんでそれ。どうもありがとうございました。